パリ2日イコール吉松忠宏、混合ダブルス2連覇を狙う女子ダブルス世界ランキング37位の加藤美ー、ザイマックス、が、昨年と同じティムプッツ、ドイツ、とのペアで1回戦を突破した。フランスペアに6対4、6 4のストレートで勝った。この日、加藤は前日1日に7対5、1対0で幸運順延になった女子ダブルス2回戦にも勝ち、1日に勝を挙げた。 女子ダブルスは1回戦も降雨で3日もかかり、どういう入り方をしようかと迷った、という。昨年の女子ダブルス3回戦で、加藤がボールガールにラケットで返球した球が首に直撃した。この行動で、加藤組は失格となった、その後、混合ダブルスに優勝するなど、日本国内では社会問題へと発展していた。今大会の女子ダブルス1回戦に勝った後は、 笑顔で今大会を終わりたい」と話していた。